クレイジーの殴り込み清水港は1970年に制作されたクレイジーキャッツ主演作品。前作クレイジーの無責任清水港の続編であり、時代劇シリーズ最終作である。本作が制作、公開された時期、世間的には大阪万博が開催を目前に控えていたこともあり、未来志向のムード一色であったが、ミュージシャン時代の古巣である。 国際劇場で模様された老曲のイベントを観覧に訪れた際、満員御礼の大盛況であったことにヒントを得た当時の渡辺プロ社長、渡辺進の鶴の一斉により時代の逆を行くかのような本作の制作は決定したという。本作はまたクレイジーのメンバー7人が顔を揃えた最後の東方クレイジー映画でもある。同時上映は、少林総計監督の 社長学 ABC。ある日、清水の次郎長一家のもとに、おようという娘が駆け込んできた。おようは、以前次郎長が世話になった下張り、戸村の親分、富津つの友吉の手紙を持ってきたのだ。友吉は、下張り戸に住みつくサメ作りという男からの借金150両を、返すため、金を貸してほしいと言ってきたのだ。早速、使いとして、 森の石松が150両を持って、下張り道を目指すが、その道中で、追い分けの三五郎と再会する。二人は、再会祝いに酒を組み交わすが、食事代や宿泊代を払えない三五郎は、石松の荷物を取り、石松の格好になって逃走。しかしその先で出会った女、お銀に、石松から取った150両をすられて人もんなしになってしまう。行き着いた下張り。 トムラの飯屋で叩くをしている最中に、友吉とサメ作り一家の揉め事を知り、石松の代わりに、人肌脱ぐことに。しかし、あと少しで、万事解決というところで、荷物を盗まれ怒り浸透に発した本物の石松が、現れてしまい、正体がばれた三五郎はサメ作り一家を敵に、回してしまう。友もが、化け物と呼ぶ、盲目の刃抜き名人、座頭吉や。 悪大官、お肉ま現場のもとに、居候中の用人棒、荒船五十郎など強敵が、次々と現れる中、三五郎は、どうやってこの揉め事を解決するのか。ありがとうございます。